カイ様。乗りよう。皆方針を案じていますが、たまには気を休めないと。ああ、楽しんでおるようだな。昔の私のようです。菰田の戦の後、俺も変わってしまった。地獄でしたか。菰田か。ああ、皆討ち死に。浜は血を吸って真っ赤に染まり、まるで泥の沼。この世の景色ではない。我らは南へ向かい、日が暮れてひどい嵐で立ち往生に。ある村で休んでいましたが、悲鳴で起きると母屋が燃えていた。猛虎の仕業でした。縛られて枯れたへ運ばれ、その後は討ち死にの方がマシだ。方針の所在が分かりました。すぐに立つか。はい。行き先は海岸の野営地。北へ向かう猛虎の船はそこで捕虜を乗せるのです。沖に出られたらしまいだな。酒井様、この戦を終えたらどうなさいます？いつか故郷の近江に戻り再興するつもりだ。私にもそんな気力があれば。これまでの人生、道は明らかでした。悟りの境地を目指し、この剣を使い、それでよかったのです。なら続ければいいだろう。入門したのは兄がいたからです。これからもずっと兄と共に修行していくものだと思っていました。こんなことになるとは。全てを奪われたわけではない。いつか猛虎は消えるが、お主の人生は続く。もう私の人生ではありません。死んでいった兄や仲間の供養をせねば。酒井様も菰田で死んだ者の命を背負っているのでは。そうだな、死んだ者の分まで生きねば。ですがたやすくはありません。そうかもしれん。猛虎襲来前の人生が遠い昔のように思えます。人ごとのように。20年も経てば今日のこともそう思える。酒井様、方針は暴力を嫌うとお伝えしましたよね。僧兵を非難しておるそうだな。奴は武具すら嫌います。太刀もなぎなって。間もなく野営です。万兵です。倒しましょう。よっしゃ。まず野営を見渡したい。あの蔵はどうでしょう。よし、行くぞ。方針を見つけましょう。誰か囚われておるな。きっと方針です。俺ならば兵に見つからずたどり着ける。猛虎の呪し術。呪しを上げて注意を引きましょう。その隙に救い出す。方針を助けたらあそこで会おう。私が遅れても気にせずに、必ず方針を村まで届けてください。生きて明石までお会いしましょう。のろしが上がったら方針を救う。御仏のご加護がありますように。
金だ。よすんべ。ノリオンやったな。もうこの注意がそれさ。いけない。あなたはどなたです？仲間だ。逃げるぞ。できません。猛虎が杉寺に連れて行ってくれます。あそこの人々を急ぎ治療しなくては。無駄口は聞かぬ。いけません。私は残らねば。西海様、方針。ノリオ、なぜここにおる？近くの猛虎がのろしに気づいた。向かってきます。そうか。方針、下がれ。我らが守る。ノリオ、頼むぞ。
助力を。一緒なのか。みんな死んだ。私だけだ。すまない。助けになればと思ったのだが、猛虎は私を探していた。皆を救うため従ったのだ。どうして所在を知られた。それは私にもわからぬ。だが杉寺に戻るよう脅された。治療のため。敵の傷を癒すつもりなのか。苦しみに敵味方があるのでしょうか。敵によるな。もしかして杉寺は落ちたのか。どうだろうか。ノリオ、遠兵が来る前に方針と村に戻れ。猛虎が来たら俺も一緒に手立てを練ろう。